こんにちは、ひかりです。今回はトイプラネット高崎店さんですね、に撮影で以前ね、行って動画も出しているんですが、その時にね、購入したものがね、結構溜まっていたのでね、今回購入品紹介をね、したいと思います。この時はまあね、撮影のために行ったんですけど、でもやっぱりね、こう、ね、いいのを見つけちゃいますよね。そんで結局ね、結構ね、手にいっぱい持って帰ってきちゃいました。まずはね、僕の、一番大好きなスーパー戦隊って言っても過言ではないかな。最近コメント欄で一番好きなスーパー戦隊は誰です、どれですかって聞かれたんですけど、やっぱりね、その時にはね、メガレンジャーってね、答えちゃいましたね。やっぱメガレンジャーが好きなのかな。ということでこちら、ババーン。電磁戦隊メガレンジャーの、5人が、常にね、持ってる武器のメガスナイパーですね。これピン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 って撃つんだけど、まあ、上の部分がね、分かれたりとか、あとそれぞれが持ってる武器とね合体することにもねよってねパワーアップとかもするんだけど、これまあ動きませんってことなんだけど、もうメガレンジャーぐらいのね古いやつだとね、大体動くか動かないか微妙なところなんですよ。みんな大体全部ね、接触悪くなったりしてるんで、まあこれはしょうがないということで299円で購入してきました。あんまり見かけないかなとは思うんでね、まあ珍しいと思います。はい、まあ、僕一個ね、ちっちゃい頃にね、買ってもらったやつがあるんですけど、もう一個ね、買いました。てか、好きなんでね、いいですよね、メガスナイパー。音はちょっとしょぼいんだけどね、実はね。まあ、こんな感じでメガスナイパーです。さあ、でね、物件で言うと、もう一個ね、好きな戦隊から、こちらですね。ババーン。はい、これはね、超力戦隊オーレンジャーの、まあ、必殺武器っていうのかな。ね、名前をね忘れちゃったんですけど、ちょっと調べとけばよかったな。忘れちゃったんだけど、これね、このクリスタルが3、4、5、1、2、3、4、5、5人分ちゃんと揃ってるっていうのが珍しいんですよ。でみんなで撃つんだけど、なんだっけな、キングブラスターだっけ、なんかちょっとごめんね、名前をねちょっと調べとけばよかったんだけど忘れちゃいましたね。買い取り時動けましたってことで799円で、このね、このクリスタルでいいんだっけな、名前、こういうね、ロボットにも装着するんだけど、これがね、5個揃ってるっていうのがね、ほとんどないんで、まあ珍しかったんで買っちゃいました。オーレンジャーもね、DVD ボックスでもう何回も何回も見てるんでね。はい。やっぱオーレンジャーも結構好きな戦隊には入りますね。まあ大体の戦隊好きなんだけどね。はい。そして次はね、以前ね、伊勢崎店さんの撮影の時に買おうかなと思ったんだけど、撮影してる間に忘れちゃって買い忘れたやつをね、高崎店さんでね、同じ値段であったんで買いました。ババーン。これはね、ザラブ星人の2006年、メビウスの時のやつですね。これがね、499円だったんですよ。これ結構なんか、いいですよね。いいなと思ったんですよ。これと、その時ね、ジャミラもいいなと思ったんだけど、まだね、ジャミラは見つけてないです。はい。普通のジャミラね。いいですよね。背面まできちんとね、塗装もされております。素晴らしい。顔もね、こんな感じで。いいね。いや、いいんですよね。この質感がいいね。質感がいい。うん。まあ、2006年。これね、いいですね。素晴らしい。499円でありましたと。さあ、ここからは大物になっちゃうのかな。特価コーナーに結構ね、大きいものでいいのがあったんで、ね、買っちゃったんだけど、ちょっと邪魔になるかなと思って買うのを悩んだんだけどね。まず1個目。あ、これね、チラシ。トイプラネットさんのね、チラシですね。こちら。ババーン。ちょっと光っちゃうんだけど、これ。はい。モアナの、なんだ、なんて言えばいいんだろう。もう100円だったんだけど、特価コーナーでね。セガプライズだから、洋楽館の景品かな。まあ、モアナのなんていうのかな、あ、これに書いてあるね。プレミアムジオラマコレクションってことでね、なんか、クリアボードみたいなやつかな。キーホルダーになったり、こう、写真立てみたいになったり、いろいろするみたいです。はい。モアナとマウイ、ヘイヘイ、ブア。これね、モアナ映画館で見てすごい面白くてね、このマウイの歌とかね、好きすぎてね、CD レンタルしてね、めっちゃ聴いてました。うん。モアナとね、いいですね。モアナも最近 DVD が安くなってきたんでね、そろそろ買おうかなと思っております。はい。さあ、こっからがちょっとでかくなっちゃうんだな、また。これはね、あ、これ、以前からね、買おうと思っていて、
おっと、おっと。やっと買いました。ババーン。今日もね、ちょうどね、録画したのを見てたんだけど、宇宙戦隊キューレンジャーのキューレットですね。デラックスキューレット。キュータマルーレット。たま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 、キュッキュッキューって言って、今回出撃するメンバー誰だっつってやるやつなんだけど、本編でも結構登場するんだけど、キューレンジャーキュータマが欠品で399円ってことなんで、キューレンジャーキュータマっていうのはこれなんで、これがないってことは多分他は、これ辺のミニキュータマ揃ってるんじゃないかなって呼んで、まあ、箱はいらないんだけど正直ね。ただね、箱いいんだよね、これ。あの、菅野の選手たちが乗ってるっていうね。結構珍しい、最近の戦隊ではあんまりないんですよね。菅野の選手たちが乗ってるっていうのはね。はい。これね、箱入りで買いました。これはね、まあ399円だったらまあいいかなと思いますけどね。もしかしたらこれから100円とかで出回る可能性はありますね、トイプラネットでは。うん。で、ラストはもうね、完全に遊ぶために買いました。コレクションではないです。遊ぶためのものですね。ババーン。はい。もうバラッバラなんだけど、これ何かっていうと、これ。チョロ Q のスーパー、ごめん、噛んだ。チョロ Q のスーパー5種コースっていうことで、チョロ Q のコースですね、のセットになります。まあ、199円っていうことでね、見るかな。199円で、値下げされて、特化コーナーにありました。値下げされます。で、部品とかのね、動作チェックはしてません。だから部品とか足りない可能性あるんだけど、まあ、199円分は楽しめるかなと思って、結構僕、チョロ Q いっぱい持ってるんで、そのコースが欲しかったんですよね、ちょうど。なのでちょっと今回はね、これを買ってみました。チョロ Q ね、ほんと遊びやすくて、ちっちゃい頃結構こういうのがね、欲しかったんですよ。な、実際なかったんで、僕の家によっては、うん、なかったっていうか、あったことしたら知らなかったんで、ちっちゃい頃はね、自分で段ボールとか厚紙とかカレンダーとかを使ってコースを作ったり、あとティッシュ箱を重ねたりして飛び箱を作ったりしてたんですけど、こういうね、売ってたんだと思って、まあハローマックのね、あれがついてますね。宝、ハローマック。2980円。結構安いんだね。超級のやつ。こんな感じです。はい。まあ、状態としてはそんなに良くはないけど、まあ、遊んで、見て、まあ、遊べてね、まあ、いい感じだったら遊ぶし、もしあれだったらね、また売っちゃうかもしれないけど、とりあえず一回動画とかでね、使いたいと思います。はい。どうこうかな、こんな感じ、こうかいいかな。こんな感じで、今回の購入品でした。ババン。あ、なんか見えなくなっちゃったね。うん。まあ、今回ね、びっくりしたのはね、やっぱり、オーレンジャーの、あ、キングブラスターじゃないや。キングブラスターは、あの、オーレンジャーの個人個人が持ってる武器だから、キングブラスターじゃない。なんとかば、キングバズーカだっけな、オーレバズーカかな。オーレバズーカっぽいな。確かオーレバズーカだと気がするんだけど、メガスナイパーね、いいですね。動けませんってことだけど、まあ大体ね、動かないからね。僕のね、デジタイザーもね、普通にね、ショーケースに入れてたのにいつの間にか壊れちゃったからね、今度直そうと思ってるんだけど、うん。メガスナイパーいいね。メガレンジャーアイテムやっぱ最近ほとんど見ないからね、まあ、トイプラネットぐらいですか、ほんと見ないですよ。はい、ということで今回はね、高崎県さんでの購入品でした。またね、個別で動画で紹介するかもしれませんが、よろしくお願いします。ということでね、よかったらね、グッドボタンなどの評価ボタンお願いします。チャンネル登録やね、コメントも非常にお待ちしておりますし、もしよかったらね、お買い物の際はね、下の説明欄をね、いろいろ見ていただけると嬉しいです。はい、それではまた、バイバーイ。